桃屋のアート、バンザーイバンザーイ。大谷翔平選手、1918年のベーブ・ルース以来104年ぶりの2桁勝利&2桁本塁打の偉業達成、おめでとうございます。すごすぎてもう涙が出そうですよ。去年からリーチかかって長かったけど、やってのけましたね。世界の歴史に名前を刻んじまった。あっぱれ。またまた万歳万歳万歳。しかも本日歴史的2桁勝利&2桁本塁打に加え25号ソロホームラン打ったことでイチローさん超えのメジャー通算118本本塁打達成よ。今年7月にはスポーツ界のアカデミー賞最優秀アスリート賞を受賞したって、とてつもないよ。アメリカの全スポーツ選手の中で選出される賞やけんね。過去にはバスケのマイケル・ジョーダン、ゴルフのタイガー・ウッズとか超絶スターがこの賞をもらったみたいやけど、野球では今までマグワイアしか受賞してなかったみたいよ。これから先もっともっとたくさんの記録を作り、伝説の日本人として世界で語り継がれていくっちゃろうな。実に誇らしく、そして羨ましくもあるね。あなたの活躍が日本人がもちろん世界の人々に元気を与えてくれてます。いつまでも注目して応援してますよ。ありがとう大谷翔平選手。そして最後にまた言わせていただきたい、おめでとうございますです。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。